それえいやとボールを浮き合って楽しめるテニスゲーム2を作ります。それやほっはっそれあー、まず折り紙を裏返し半分に折ります。折り筋をつけ広げます。手前の端を中央に折ります。折り筋をつけます。さらに折った部分を中央に折ります。折り筋をつけます。折りやすいように向きを変え、こちらの端も中央に折ります。さらに折った部分を中央に折ります。折り筋をつけます。ここまで折ったら全体を広げます。このように横の折り筋がたくさんできています。この折り筋が縦になるように90度回します。そして半分に折ります。折り筋をつけます。今度はこのままさらに半分に折ります。そして折り筋をつけ広げます。手前のこの折った部分を折り筋に合わせて折ります。奥のこの2枚の部分も折り筋に合わせて折ります。このように折ります。このようになっています。手前、右から2ブロック目をこのように開きます。開いて中を45度折ります。奥もこのように開いて中を45度折ります。左側、手前、左から2ブロック目も同じように開きます。奥も同様にこのように開き、中を45度折ります。そしてこの中央部分の、まずこの中央奥左ブロックを開きます。さらに手前、このように開きます。一旦戻して、その右側、このように開きます。手前も
このように開き、このようにひし形の折り筋をつけ、パクパク口身のようにします。この部分一旦このように開き、この折り筋で向こう側に折ります。左側もこの折り筋でこのように向こう側に折ります。そしてこことここを閉じます。ひっくり返して ここをしっかり直角にしてボックス型に整えます。こちらもこの角をしっかり折ってボックス型に、再びひっくり返してこの部分しっかりと折ります。ここもしっかりと折り筋を入れます。そして全体をこのように山型にします。そしてこの部分、この三角をこのように尖らせます。こちらも感じで尖らせます。これがこのように持つ部分になります。持つ部分になります。ボールは 7.5 センチの折り紙の半分ぐらいをくしゃくしゃにまず丸め、開いてから白い部分が隠れるように丸めていきます。これでボールの出来上がりです。あとはこの部分にこのように置き、このつまみを持ってこのように弾けばボールが向こう側に飛んでいきます。向こう側の選手もこのつまみを持ってここを弾けばボールが飛んでいきます。ぜひ遊んでみてください。いくぞー、それ、いくぞー、それ。